私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キング&プリンスへの永瀬角がドヤ顔でメンバーの飲み物を買っている絵。おごられたことすら記憶にないのはどっち？この放送には食事をおごったのに忘れられてた角くん可愛かった。ルーロー飯をおごってもらったのを一番最初に思い出して、あの時はありがとうっていう神宮寺くんが素敵、おごってもらったのすら忘れる海ちゃんはさすがに笑った、という声が集まっていた。当の永瀬は戸惑うことなく、お店でずっと、ジュノベーゼって言ってた、とコメント。劇団一人から、あいつ何言ってるんだろう、って思われてたね、と苦笑されていたのだった。続けての問題は、パスタのジェノベーゼ。永瀬は、この料理は好きですね。結構食べる、配達で、と手応えありと話していったが、クリップに、ジェノベーゼ、と記載。この5時にスタジオは騒然とし、メンバーの中で唯一正解していた岸優太は、何それ、聞いたことがない、よ。もう驚き。すぐに答えをフリップに書き終えると、マックの劇団一人に、レン君自信ある？と聞かれ一時期めっちゃ配達で頼んでた、とお気に入りの料理だと告白。悩んでいるメンバーにヒント出していいですか？と自ら言い出し、俺メンバーにおごってます、これと明かした。このヒントで神宮寺勇太は、はい、はい、とよしみ反応。角におごってもらった。これは間違いない、と、すぐに分かったようで、あの時はありがとうな、美味しかったような、とお礼まで述べていたが逆に頭を抱えてしまったのは高橋海人。やだ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 、と叫び出し角におごってもらった記憶すらないとも言い、それは蓮くんに対して失礼だ、よと劇団一人から突っ込みも。結局、最後まで思い出せなかった高橋は、コロコロラフテー丼、と回答した。この日、最初の問題となったのは、台湾の定番丼料理、ルーロー飯。スパイスの休みや醤油と生姜を避け、揚げたネギと共に煮込んだ豚肉を、炒めたひき肉、シャ卵、高菜と共に白米の上に盛り付ける料理で、VTR を見た瞬間に、永瀬角はドヤ顔。キング&プリンスの冠番組、キング、リンチェプリンスル。9月3日放送では、誰もが知っている定番の料理名を答えるクイズ、当たり前レストランが行われ、メンバーの珍回答が続出した。またはその他のニュース。キング&プリンス永瀬角の、新信長競争曲、過去最低の 3.6% なにわ男子の西畑大荒れの演技が、小さすぎる？プライム帯の打ち切り、県内とされる 4% 台を、またもや下回ってしまった、新信長後期。最終回までに、回復するといいが。また、主演の永瀬のほか、なにわ男子西畑大荒れもメインで出演していることから、視聴者にはジャニーズファンも多いようだが、第2話以降西畑演じる秀吉の出番が少ない、とファンから落胆の声が相次いでいます。が第7話は極端に登場シーンが少なく一部から秀吉の出番ちょっとしかなくて悲しいスケジュール合わなかったのかな？次回からもっと出してください、と不満の声も。そんな声を受けてか、ドラマの公式 SNS には西畑のオフショットや動画が複数アップされていて、ジャニーズファンへの配慮にも感じられます。どう？なお、同作は初回の世帯平均視聴率 6.1% で発信したが、第3話で 4.2% まで落ち込み、一話での日曜ドラマ、枠史上最低を更新。さらに、第4話で 3.8% まで下降し、第7話でも同作2度目の 3% 台を記録してしまった。同枠の全クールで低視聴率と言われていたなにわ男子道枝駿佑、主演金田一少年の事件簿が全話平均 6.2% でしたが新信長伊佐沖は今のところこれを下回っています。加えて、同枠では10月より清原果耶主演のミステリードラマ、霊媒探偵白塚翡翠がスタートするものの、今期の視聴率不振を引きずり、爆死してしまう可能性もありそうです。本記事は、新信長後期、第7話のネタバレを含みます。
第7話は、ジャンヌ・ダルク、始皇帝と共に黒百合高校のマシュー・ペリーが伊調高校にやってくるも、徳川家康、小沢幸雄がゴミ扱いしたため、始皇帝から攻撃を受ける。織田信長、長瀬の活躍もあって、ペリーらがアジトに戻ると、そこで声をかけたのは家康のクローンを作った博士の息子、波岡一揆だった、という展開を見せた。ネット上では、後半に入ってから、さらに盛り上がっている。良いセリフも多くて、グッとくる、何でもありで笑える。戦国時代に詳しくなくても、ちゃんと解説してくれるし、信長の和の心に、みんなが引き込まれていく様子が楽しい、などと、好意的な声が多い。開始当初は視聴者からギャグ要素が笑えない設定がぶっ飛んでてついていけないなどと苦言が続出。しかし、そういった視聴者がすっかり脱落したのか、回を追うごとに好意的な声が増加し、今では熱心な視聴者が目立ちます。日本テレビ系日曜ドラマ枠日曜午後10時30分からで放送中の同作は、開国民史の漫画、新信長後期から信長くんと私から、を原作とした学園エンターテインメント。織田信長、徳川家康、豊臣秀吉ら名だたる戦国武将のクローンが通う日本一の不良校伊調高校で起こる騒動が描かれる。キング&ピンス永瀬門主演ドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から。9月4日放送の第7話が、自己最低となる世帯平均視聴率 3.6% を記録し、別のドラマへの影響も懸念されている。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。